イエーイ、こんばんは。いいねー。ピース。吉田貫治です。今日は夕方だったかな。動画をアップ、させて、もう、まあ、いただいて、チャンネル登録してもらって、どうもありがとうございます。本当に、なんか、責任感というか、本当に真剣に楽しくこうイエーって感じで楽しく、もしかも真剣にやっていかなければいけないなと、感じております。またまたちょっとノープランなんですが、まずちょっとお礼が言いたかったことと、登録をしてくださった方ありがとうございます。まあ、死んだらどうなるということを今日、まあそうですね、夕方だったかな、話したんですが、まあこれは人類尽きることがない永遠の、テーマとなると思います。まあテクノロジーが進化していく中で、その人間、まあ今後、今生まれてくる子供たちは100歳以上、120歳くらいまで生きるとか、なんとか、いろんな書籍とかで100歳以上は生きるとかって言われています。そうですね、とても、まあ、それはいいことかどうか、わかんないですが、まあ、ある宗教によると、この世は地獄であって、あの世は天国であるっていうことが言われてるんですよね。まあでもそれは捉え方次第で、こちらが天国にもなるし、苦しいこともあるでしょう。まあ楽しいこともあるでしょう。嬉しいこともあるでしょう。まあ乗り越えられないことはあなたには起きない。僕にも起きないっていうことが、まず言えます。まあ、そう思ったらそうって本当に、ある方が言ってるんですけど、本当に、そう思ったらそう、自分信じる心、それが、まあ、自信になるんですね。自分を信じるで自信っていうことなんですが、何回も何回も、例えばそうですね、小さい頃自転車って乗って、最初は転んでばかりだったと思うんですよね。僕もやっぱりそうでした。何回も転んで補助輪をつけて走って、補助輪が外れて、それからね、兄弟も兄がいるんですけど、兄に後ろを持ってもらって、で走って、どん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 、それでもこけていく中で、まあどんどんどん自転車が一人で乗れる、そういう、自転車に乗れるっていう自信が、何度も何度も繰り返すことによって、倒れては起き、倒れては起きの繰り返しで、自信がつく。何でも何でも、そうですね、繰り返し、行うことで、倒れても立ち上がって行うことで自信となり、喜びとなり、そうですね、楽しくなっていくことだと思います。そんな感じですかね。今ふと思ったことを、ちょっと話したんですけども、そう、まあ何事にも、まあ、ぶっちゃけ本音言うと、 YouTube とか僕、みんなやればいい、まあ、YouTube に限らず、動画、Facebook とかの動画の配信とかライブ配信とかあるんだけど、もうどん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 みんなやっちゃえばいいのにと思うんですが、今後、世の中がどん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 変わっていって、進歩っていうか進化していく中で、そういうのを始めていけばいいと思うんですよね。こんな僕でも、全然何も 何喋ってるか分かんない状態でもやってるわけであるんで、それがやっぱり回数を重ねていくことによって成長していくことだと思うし、まあそれが、まああなたにとって、
の学びにもなればいいかなと、今、自分自身思ってます。はい、ということで、今日本当に、登録していただきありがとうございました。また頑張ります。今からまた仕事です。じゃあ、ピース。バイバーイ。いいねー。